い、ということで、決勝トーナメント、これからは、ストリートファイター3サードストライクの、決勝トーナメントですね。はい、まあね、まあこのゲームね、皆さん、あまり、まあ、古いゲームなんでね、最近対戦格闘ゲームを見始めた人は、知らない人も多いかもしれないですけれども、まあね、出たのが99年かな、99年にリリースされたので、もう12、3年、経つようなゲームですけれども、まあこうやってね、最新のゲーム大会の中に入ってくるようなタイトルということはですね、もうそれなりに、まあゲーム性もそうですけれども、もう大会でのね盛り上がりっていうのも半端ないと思いますんで、もうここからはね、もうなんだろうな、サード勢とか元気のいい連中もいるんでね、まあ声出ししながらね、みんなで盛り上がっていきたいと思います。ということで、あ、盛り上がってる？大丈夫かな？はい。お、だん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 ね、最後はストップに向けてね、まずはサードでね盛り上げていきたいと思いますけども、まずはそこでですね、決勝トーナメント進出の、選手を紹介したいと思います。はい、まずは、杉山選手。はい、よろしくお願いします。次は比嘉選手、どうぞ。はい、次は灰谷選手、どうぞ。そして最後は鈴木選手、どうぞ。はい、ということでね、これ自分で言うてたらなんなんだけどさ、これなんとか選手ってのは結構微妙な呼び込みじゃない？やってみてはいるんだけど、かなり微妙だよね。なんかたまにさ、紙面だとさ、なんとか君も変だし、呼び捨ても変だし、なんとか選手かなとかって書いたりするから言ってみたんだけど、ちょっとね、微妙な空気になっちゃうから、次からどうしようかなと思うんだけど、はい、ということでね、まあ、そんな話は置いといて、まあ、これからね、緊張の決勝ステージ、さっき終わったばっかりかもしれないんですけれども、ここでですね、もう最後の最後、あと残す2試合なんで、最後ね、一言ずつ、意気込みをお願いしたいと思います。じゃあまずは杉山君から、どうぞ。杉山です。ちょっとさっきのはサードを知ってる人、知らない人関係なく、多分相手のミスで盛り上がったんだなっていうのは分かると思うんですけど、そうですね、今度は、ちょっとまた伊吹っていう弱キャラで、あんまりちょっと読み合いも分かんないと思うんですけど、みんなに楽しんでもらえるように頑張りたいと思います。あ、伊吹使っている比嘉と申します。よろしくお願いします。まあ、あと2試合なんで、まあ、強い人いるんですけど、まあ、勝負は水物なんで、まあ、分かんないと思います。一生懸命やるんで応援してください。よろしくお願いします。はい、次の貫さんとの試合は結構面白い試合になると思うので、まあ、注目してください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。このまま、まあ、サクッと優勝して、明日のコンセプトマッチは梅原をサクッと引いてニコニコ超会議、超楽しかったって言いたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでね、この4人に伺ってもらいたいと思います。じゃあ、ね、実況の方は先ほどね大いに盛り上げてくれた徳良君、はい、よろしくお願いします。トムです。よろしくお願いします。喋ることもそんなにないんですけども、この4人本当に4人とも団長経験者、公認団長経験者です。そして、まあ、格闘ゲームの、まあ、こういう大会ではよく建前で誰が勝ってもおかしくないって言うんですけども、本当にこれこの4人誰が勝ってもおかしくないです。それでは、杉山さんと、まあ、比嘉さんにはじゃんけんをしていただいて、ワンピースで決めていただきたいと思います。杉山選手がワンピー、そして比嘉選手ツービーということで、はい、さあそれでは行きましょう。ニコニコ超会議超闘劇、ス
ストリートファイターサードストライク準決勝第1試合杉山対比嘉レディーファイワンピーナーが杉山レクロスーピー側比嘉武です。なおさん、はい、ジャッキャラなんですよこの2人でもスペシャリストなんです。はい、なんといってもこの杉山スタンさせることに関しては右に出るものはいない。そしてこの比嘉、先ほど立て立てと申しましたがここでもあるかもしれません。怒涛のラッシュで勝ちを積み上げてきましたこの比嘉いぶき。さあ見ていきましょう杉山対比嘉。さあ静から立ち上がりかと思いきや杉山画面端さあフッフォアチケライダー抜けていく。ツールージトリクラッパー愛し合ってカズキゴールデンローカー先にスタンさせた杉山、これが杉山レクロなんという間の第1ラウンド。さあ比嘉どうする、常田君ガロシェレクラッパーを突かさせている。ゴールデンローカーを使ってさあそしてラオさん、はい、SA にも注目していただきたいところです。比嘉ゆき普段ガスストラック使っているんですけども、はい、レクロ戦ということでここは反撃中心のスタイル、はい、SA 変えてきました。リブ1番さあ若干杉山距離離してゆっくりゆっくり立ち回ってくるな。ドリルボーシェントリックスレック、これは関わらないのか。さあゆっくり様子を見ていくが投げて杉山が出しをする。レクロスパーブロッキング、このブロッキングの皆さん注目していただきたい。投げて腰ダンサードボール腰へ行く、これが杉山ヒヤキチャンプ投げてもっている。投げて比嘉諦めない、諦めない、これから全身まさにスペシャリスト。ファイナルラウンド、そして最終ラウンド、ブロッテ投げつかり1位からだ。スライディングネクト壁勝負できるか、赤いゲージに注目していただきたい。これがパワーダウキ、これは相手がシュートでな、リブルかわして引き付け、しかしこだわれてはい、やもうレクロが勝ちました。素晴らしい試合で、もうなんとも語れる姿ですね。はい。さあそしてもう続いていきましょう。はい。選手の入場お願いします。さあラホさん。はい。甲子園同士の戦いになりましたよ。なりました。はい。まあ、ただ先ほど。ハイタニ君からありがたい言葉いただきました、はい、誤信が誤信狩りをすると。そして、まあ、対するこの誤信の抜きなんですが、あらゆる檻の中に入れてやるぜと言ってきました、はい、それではジャンケンしてください。さあハイタニ 1P 抜きが 2P。 さあラオさん、格闘ゲーム誤信と言われるこの歴史を作り続けてきたこの2人の対決です。はい、もうこれはもうただ見るしかないですね、はい、そうですね。さあニコニコ超会議超攻撃準決勝第2試合です。レディーファイト。さあワンピーナーでアイシャリの X 間違えた、間違えた、イエルキになって、これね皆さんね、よくあるんですね、昔のゲームなんです、これ許してください。何も選んでないです、サイタニ選手。まあ、たまにありますよね。まあ、基本的にね、ラオさん、やはり誤信は常に受けを狙っているということで、はい、笑いもこういうところで取れる、これが素晴らしいところです。エンタメも大事って、はい、僕がよく言ってますからね。はい、それでは改めていきましょう、準決勝第1試合、レディーファイト。
シングルイントでしたが、今日は敵です。開幕一打最初に当ててきたのミキチュギ、そしてシャブ投げ。さあ、ハイタリは一回相手の動きを見ながら立ち回って2人のことが、シャガイナイカチェスト、シャキチューバンシャキチューバンクロワークルーヤーヤツ、しかしここにチェスト打って踏みつけ踏みつけゲージの回収。さあ、しかしハイタリはこの選手がこの時狙っているということで、しなければいけないんだが、ここはミキシビを持って狙いに来ている違う5戦線、シャガイミキシビシャブダイバーやはりメジが欲しいがあるし、さあしかしこの右の最大の真骨頂は相手にバーバーをガードさせてゲージを投げる。そしてこのように中足を追いつきながら振るんですが、剣さあ相対どうする、欲しいジェット差し込んで全中線コラスキーゴアスイット、つながってはいなかったがジェット剣出し投げブラックスイープ今度は投げている。最後からジャンプ押し、どうやっているかどうか、このクレイジーラスカル立ち回っているが、最終ラウンド西瀬戸攻めて次ガードカメラチェスト彼らの勝利を追い込んで逃がさないが大変ロープを使う、コシェスト最後は2点勝ったのはハイタリー。ナオさん、いや今ですね、2ラウンド目でハイタリー君が聖中を早めに使っていって、はい、3ラウンド目取るために普通ですね、聖中は殺しに行くときに使うんですけれども、はい、今早めに使って最終ラウンドを見越して貯めて勝つという戦略的な部分がありました。やはり更新ということで、そこら辺もしっかりしています。さあ、そして残り決勝戦も行きましょう。さあ、選手の入場です。杉山、そして灰谷、さあ、じゃあこれはもう決勝戦ということで一言いただきましょう。さあ、杉山さんからお願いします。杉山です。多分野試合も1回も灰谷さんとやったことないんですね。なんでちょっとどういう立ち回りしてくるのかも動画でしか見たことないんで結構楽しみです。はい、ダブル吹き上げは食らわないように頑張りたいと思います。ちょっとネクロ全く分かんないですけど、まあ人間性能で勝ちたいと思います。さあ、それでは最後の決勝戦です。スタートスパイク運命のチャンピオンお願いします。さあ、それでは行きましょう。ニコニコ超会議超攻撃ストリートファイタースタートスパイク決勝戦です。杉山対相谷、ベリーファイト。さあ、ローラー決勝です。ファイが杉山クロ、杉山ハイタリなんですか、何も分からないです、何も分からないと。さあ、やっている SA はハイタリの選手成功の好き、そして杉山レクロはエレクトリックスネックを選択している。さあ、これから打って剣にこの勝負に杉山しか見ている。ファイトどうする、ジャンプ台で小山さん取ってタイムリーの杉山が前ラインバットを取ったことが決めたエントリックスライグ右へ決めて1ラウンド目は杉山。さあ、敗退になるのかしたいところだが、しゃがみ中盤チェスト選手思い切って先頭を取りに行く、これが構想して中盤中盤決まっている。ここは杉山やっと1人しかないか、ベンチタイプ先に進行する、壊しベンチダーリンピリーの敗退ガラクシー、敗退したいガラクサレイバリエクセント、これがしっかり決まって最終ラウンド。さあ、最後
あじゃあ次は愛谷君ね、はい、おめでとうございます。愛谷選手、こちらが攻撃の、サードストライクのね、2012の代表兼獲得第2号ということで、こちら青切符と、ライセンスカードですね。はい、おめでとうございます。はい、ということでね、じゃあ一言決勝への意気込みをお願いします。決勝というかね、決勝大会への意気込みをお願いします。チームメイトは桃地さんと梅原さんで行くと思ってるんで、まあそのチーム注目してもらえたらなと思います。はい、ありがとうございました。なんかね、さらっとすごいこと言いましたけども、徳倉君いる？あります。はい、あ、じゃあまずラオウから聞こうか。はい、ね、どうでしたか？いやもう、もうすごいとしか言いようがないですよね。それ解説なんねんからさ。解説もっとすいません、もう何の役にも立たないんですけど。解説すごいとしか言いようがありませんとか、言葉になりませんという解説君得意だけどさ。ね、いやもうハイタニさんはもう本当に何ですかね、関西で何回も対戦したことあるんですけれども、うん、もうぶっちぎりの最強で、もう関東に来ても荒らし尽くしていくという、うん、もう攻撃はもう本当楽しみです。はい、ということでね。はい、徳倉君どうでした？勝つべくしてハイタニが勝ったなという、まあ、そういう感じでしょうか。確かにね、はい、あれ なんだっけ、決勝チームメイト誰って言ってた？桃地と、うん、梅原って言ってましたね。そう、すごいことになってますな。はい、ね、ちょっとこれはね、本当注目で、この、ね、試合見ていただいた方ね、このメンツが今度決勝大会でこれね、本当優勝候補になるね。そうですね、はい、まあ、今日本当ね、この大会の優勝者全員優勝候補だと思うんだよね。はい、けどね、サードストライクもそんな結果になりました。ね、実況の徳倉君でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでサードストライクの決勝盛り上がりました。続いてね、ストリートファイター4アーケードエディションバージョン2012の、決勝トーナメントですけれども、45分から、何時45分だ、4時45分か、はい、からね、またちょっと行いたいと思います。それまで今しばらくお待ちください。また後ほどお会いしましょう。